おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵、麦に相談してみる。もしかして墓地の鍵探してる？運がいいな。クラウド、有名な泥棒が軍から盗み出したんだって。モグヤに渡したからモーグリショップにあるんじゃないかな。あ、モーグリがいる。僕が見えるの。クポ、あなたたちは選ばれし人。クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が天使のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだ。クポ、僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ。クポ、俺に見えていいのか。それは言わせないでほしい。クポ、商品はみんなで集めた名品、珍品。クポ、モーグリメダルと交換する。クポ、まずは会員になってほしい。クポ、モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい。クポ、モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにする。クポ、それがモーグリの使命だから。クポ、モグの物語と同じだね。ねえ、もしかして墓地の鍵ってある？ある。クポよ、さすが僕のお店。クポ、おかげでメダルかなり集まった。クポ、みんなを幸せにする力溜まってきた。クポ、よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りない。クポ、それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張って。クポ、
集中していく。調子に乗るな。はいはい。
ところで。やれるだけやってみる。燃えるよ。ごめん、行くよ。吹き抜ける風に乗せて。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。アバランチの魔法炉爆破はブータイの凶暴した策略であると。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金金金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてるね。ああ。楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。